まず解散が決まったら一番最初にすることは解散届の記入です。これをするとしないでは、本当に解散のクオリティに大きな差が出てくるので、ここはしっかりとやっていきましょう。解散届は市役所のホームページからダウンロードすることができます。ダウンロード方法は概要欄をチェックしてみてください。嘘です。解散届にはチャンネル名やメンバー名、解散理由などを記入していきます。焦らず丁寧に書いていきましょうね。記入が終わりましたら次は市役所に行って解散届を提出しに行きます。市役所の人はとっても忙しいので、渡す際には少し申し訳なさそうな顔をしながら渡すとグッドです。解散届にハンコをしてもらったら完了です。あとは表彰状を受け取る要領でしっかり両手で持って受け取ってください。こうすることによってより解散の誠意が伝わり、市役所の人もにこやかになれるでしょう。そしたら次はいよいよ解散動画の撮り方です。次は放水です。立て祭るに水と書いて放水です。これは今まで頑張ってきたカメラに対してお水をかけてあげる行為です。お水には少量の食塩が混ぜてあり、お清めの効果があります。また地方によってはきな粉や白味噌を加えるといったところもあるそうです。ちなみにうちの実家は本出しでした。これを気が済むまでぶっかけていきます。ぶっかけます、ぶっかけます、ぶっかけます。まずは着席の仕方からです。解散の理由によって座り方が異なりますので順番に見ていきましょう。一つ目はフレンディングディスタンススタイル。こちらは仲違いを理由に解散した時に用いられます。メンバー同士の距離感を約 50cm 以上空け、不仲であることを匂わせます。こうすることによって多くを語らなくとも視聴者さんが察してくれるので大変効果的で、多くの YouTuber さんも使っている手法です。私もよく使ってました。二つ目はディファレントアナザースカイです。これは主に方向性の違いによって解散した場合に用いられます。今の YouTuber さんたちは大体これに該当します。カタカナのハの字になるように互いに外側に約30度開いて座ります。こうすることによってお互いが違う方向を向いてしっかりバラバラになっていることをアピールすることができます。とってもリーズナブルでね、簡単なので、初心者の方にもおすすめのシルエットになってます。3つ目はマニマニピーポーレシーブレシートスタイルです。これは主にお金で揉めて解散した場合に用いられる手法です。机いっぱいに領収書をばらまき、お金で問題が起きたことを案に示していきます。これはレシートが異常に長い海外の YouTuber さんに多いスタイルです。日本ではあんまり見かけません。私もまだね、見たことがありません。さて、これが終わったら次は身体チェックです。まずは向き合ってお互いの服装をチェックします。襟の乱れやネクタイの乱れがないかしっかりチェックします。ここでポイントなんですけれども、ネクタイだけではなく胸元に貝のブローチを3つつけておくことがいいとされています。貝を3つつけることによって解散の誠意がすごく伝わりまして、炎上を防ぐという意味でも大事なアイテムとなってきます。こちらはキャンドゥで購入しました。続いては冒頭の一例です。この一例によって炎上するかどうかが決まりますので、ここは大事にしていきましょう。まずは基本的なスタイルである45度の再敬礼です。まあ、基本的にはこれで大丈夫なんですけれども、より誠意を示したい場合は寝そべった状態からのダイナミックおじぎが有効です。床と体を平行にしてゆっくり上体を起こしていきます。こうすることによって優雅さや上品さが感じられ、思わず頬が緩んでしまいます。さて、それではいよいよ解散について話していきます。まず最初に、本日は皆様にご報告がありますと言います。ここで少し眉間にシワを寄せ、5秒ほどもったいぶることがポイントです。こうすることによって次の発言への期待感を高めることができます。私たち花尾伝言は本日をもって解散いたしますと言います。この時サプライズ性を高めるため、周りのメンバーはあたかも今初めて聞いたふりをします。マジかよ、マジかよ、マジかよ。まあこんな感じですね。 OK です。で、ある程度その下りが終われば次は解散理由です。
この時まだ気を抜いて思い出話や過去の栄光に花を咲かせてはいけません。いずれにせよ見てくれている視聴者さん全員の納得のいく説明が不可欠ですからね。ただしかしソロ以外のグループ YouTuber の解散の場合、原則1人1回あたりの発言文字数は5文字を超えてはいけないことになっています。これは YouTube 公式の解散の原則第13項発言量保存則に厳密に規定されていますから、これは一度読んでおくことを強くお勧めします。なぜ解散するのかと言うと、お互いにやりたいこととができたからです。こんな感じで丁寧に区切って言いましょう。解散理由を述べ終わったらあとは楽勝です。立ち会いの解散者にガチで解散しますかと聞かれます。あなたたちはガチで解散しますか。この時、はい、はい、ガチですと眉間に皺を寄せて真剣に答えます。解散者はその言葉の誠意を認めたらサイコロを取り出します。この時3が出れば晴れて解散です。しかし3が出なければ解散を認められず阻止されます。これはまだ神様が頑張る余地があるよというお導きを示しているので、まだ頑張った方がいいと思います。こうなった場合3ヶ月後にもう一度リトライすることができます。はい、そして3が出たら晴れて解散決定です。ここに来てようやくみんなで喜んだり、今までの鬱憤、脱憤、接吻など全て晴らすことができます。また思い出話や内なる思いを語る権利を得ます。我々のね、次のセカンドキャリアもね、はい、ある程度話を終えましたら締めとして、これが新しい夢のスタートライン、時は満ちた、場所は違うけどまた会おうね、俺たちの戦いはこれからだ、など実際の内情はさておき、ポジティブな発言で締めくくります。そして最後は感謝の言葉を伝えて終了となります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。というわけで皆さん、それぞれの道を応援していただけたらなと思います。今まで応援ありがとうございました。ありがとうございました。